アルビサウルスはかつて恐竜と考えられたものの、現在では恐竜ではないとされる主流類の属の一つである。1893年、最初はチェコの古生物学者アントニン・フリッチュによりわずかな化石に基づいて記載された。化石証拠に基づいた種の正当性は与えられておらず、一般的には疑問名とされる。属名はアルビス川にちなみ、 ラテン語で、アルビスのを意味する、アルバスと、ギリシャ語で、トカゲを意味する、シグマアルファローから派生していて、アルビス川とは、ローマ帝国時代に知られた名で、現在は、B、リットルエラボーもしくはホワイトエルベと呼ばれる、エルベ川水系の川で、タイプ標本の発見地の近くである、チェコ共和国西部を流れている。フリッチは1893年、 最初は、イグアノドンはアルビヌースの名で発表した。しかし、後に、イグアノドンとは区別できるとして、解明を判断し、1905年この標本に、新たな名、アルビサウルスを与えた。タイプ種は、アルバイソリスアルビヌースで、種小名は、ラテン語のアルバスと、ラテン語で、ニゾクスを意味する設備語イニスより派生したもので、俗名と同じくアルビス側にちなむものである。 第2のトネエースカトファーは、実際には、アルビサウルスの最初のタイプ種であるが、A アルビヌースと同じものと考えられており、救命として落とされている。ありがとうございます。